こんにちは、トッパです。新イベントガチャということで、昨日から来ておりますが、タイトル、サムネにもおそらくあると思いますが、今回のイベント課金しません。よいしょ、いたしません。はい、まあ別に大抵の人からしたら当たり前なのかもしれないけど、もう俺からしたらトーマゲーム史上初レベルのこの2週間課金しないという、はい、ルールでちょっとやろうかなと。まあ理由としてはちょっとね、新しい楽しみ方を探したいというので、ちょっと2週間は課金せずに、このイベントは課金せずに行こうかなと。まあただもしニャンボがもしあった場合、新キャラ付きのね、新キャラ付きのニャンボがあった場合は、ニャンボは課金します。さすがに。じゃないと、ニャンボは無理じゃん。無理じゃん。ニャンボはちょっと特別だけど、まあ、そのワイポとか、横チケ、今回で言ったら、とかはもう課金せずに、スターターパックとかもね、課金せずに行こうかなという感じね。だから今4万8000ポイントなんだけど、100連しか引けないっていう、ピンチ。100連しか引けないっていう感じだね。はい、聖竜。これ竜太だよね、これ。竜太じゃないの？聖竜太。聖竜太だよね、種族効果アップ。聖竜太。始祖。わからん。始祖。始祖ね。はい、百鬼姫。でも百鬼姫なんかいない、こういうの。いるよね。呪いの花子に金食いと。いうので、まあ、いつもなんか、ちょ、全部出るまでとか、全部出るまで目指すとかやってるけど、まあ、100連だから、いやー、もう、聖竜太だけでいいでしょ。逆にあといらないわ、別に。別に、どうせあれでしょ？ボス前の強敵の特殊能力でしょ。いらないから、もう、聖竜太のみ狙います。初めてだね、この感覚。行きましょう！ Go！ はい、4万8000ポイント。100連ですね。延長戦ございません。いたしません。行きましょう。レバーワン。いやー、半端ねえな。これだって、これで聖竜太ゲットできたら終わりだからね。もう、稼ぐとかある？ワイポ稼いでとかある？これじゃあ聖竜太だったらもう終わりじゃ、終わりじゃない？これもう聖竜太のわけないよね。聖竜太のわけ。いや、もういらないんだよね。もういつもだったら、まあとか言ってたけど、いらない。トリプルですら、もう別にいらない。もう別に。ああ、金食いね。金食いのやつ。お金大好き。お金大好きマンね。お金。いや、そんなこと言ってる場合じゃないよ。本当に聖竜太出れば即終了まである。おぎょう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 、まあいいんじゃない。まあいいんじゃない。稼げる、いや無理だ、俺が稼ぐとかないよ、多分。できても10連ぐらいじゃない。だって残しといた方がいい。追加ガチャ、いや追加ガチャ、いや残しと、いや無理じゃない。初日ガチャ引いて100連で残すとか不可能じゃない。やばい、これノーカットかな。いつもちょっとカットしてるけど、これノーカットまである。まあまあたまにはいいんじゃない。逆にね、あと80円だよね。やばい、虹なしはあれにするじゃん。延長にする。いやダメだ、早揺らぐの。やばい、揺らいでる。ちょ、これ半端なくない？おっかねー、揺らいでる。ちょ待って、揺らぐの早ない。ちょ、おっかねえしか出ないんだけど。ちょ、やばい、これだと終わる。だって横取りもできないもんね。横取りチケットも買えないもんね。終わったじゃん。じゃあ、もう無理じゃない？これ、攻略不可能になる。ええー、ちょ、待って、ここで聖竜太引かなきゃマジで終わるんだけど。やばい、3万。やばい、でも引けないとマジで。でも待って、でもワンチャン。どうせ強敵は勝てる。強敵は、まあ、全部勝てるとして、も横取りの封印ができない。横取りの封印できないってなると、やっぱ無理だわ。やっぱそれは無理だわ。うるぜいないと。ちょ、ただ青にまみれただ。青にまみれた虹はウルトラゼッツ。青にまみれた虹はウルトラゼッツ。
なんでこういう時に限ってこういう引きすんの。いつもそれにしろよ。じゃあいつもだったらいいわ、別に400連とか引いてたし。え、終わったかも終わったかも、おっかねえで終わりかも。いやこれはでもなしじゃない、ちょっとなしじゃない、これはこれだってさ、その1回しか出ない、そんなもんだったっけ。え、ちょせめてさ、ちょ違うくらい、これでもさ、虹がもしなかったらみたいな話ない、虹がもし1回も来なかったら、やっぱ100連で終わろう、ちゃんと。いや、ルールは守ろう、守るためにある、破るためじゃない。ちょマジ止まって、マジおっかねえだけやめて、マジで。それ4体目だから、それ4体目だから。よし、頼む、いらない、トリプルノーです、いらない、トリプルノーです、ダブルノーです、ウルトラしか待っていける、勝ったんじゃない、え、勝ったじゃん、すごくない、ちょっとすごくない、やっぱよかった。あ、何迷ってたの俺は、何を迷ってたの、足すわけないじゃん、足さんしないって言ったもん。え、聖龍太出たわ聖龍太出た、え、これでいけるよね、いける。そう、やっぱ思い、すべてが大切な思い。え、これ残しといた方がいいよね。ちょっと普段考えないことを考えてるからよくわかんないんだけど、え、これ残しといた方がいいよね、普通に。勝った。え、40連、30連ぐらい残ってんじゃない？あ、20連か。20連、これ残しといて。あ、来た。え、いけるじゃん。ほら、もう課金なんてしなくていいんだよ。うぇー。あ、ニョロロンなんだ。あ、まあ、ニョロロンの種族効果アップだったな。あ、でも待って、種族効果アップの、あの、解放のやつ取れなくない待って、ニョロロンの種族効果アップの取れなくない、うわ、出たよ。スキル2にすな。え、スキル2にすな。え、ちょ待って、確認してないけど、これあれじゃないの、お宝で集めるやつじゃないの。まあいいや。はい。とりあえず、第一ステップは順調でしょう。聖龍蒼天山80連で出たから、はい、引き続きこのイベントはニャンボ以外課金なしでいきたいと思います。昨日動画上げれなくてごめんなさい。明日は上げます。また明日の動画でお会いしましょう。じゃあ。